そう。いやー、オブリビアス選手。さあ、内間選手が2キル。さあ、ここで、クローズド5側のスナイパー陣が残されましたね。はい、いやー、この2人も油断してるとやってきますからね。男のオムライス側はしっかりラウンドを取って、ここはこれ一発外させたのはでかいですよ。うわ、うまい。いや、一発外しても決めに来ますね。さあ、タートル選手やれるか。あーと、いやー、あそこ段差、うわー、いいカバーですね。いやー、うまい。いや、今あそこちゃんと出てくるの置いてたんですけど、ただオブリビア選手とオフサイド選手生きてるんで、はい、ちょっと油断しておいてると、ね、一瞬のうちに殺されてしまうんで、もうしっかり自分がちゃんと集中して泳がないとですね、はい、おっと、ここで確認。いや、うまい、うまい、これですよ。そうですね、ちょっと油断しておいてると、はい、もう少しでも体を大きくさらしているとこうなってしまうと、はい、なんでこれを注意してほしいところだったんですよね、はい。いやー、これスナイパー当てるのむずいですよ。そうですね、うまい。おー、まさに言ってた通りの悲劇が今起きてしまった。いや、今はい、三角入るまでは強いんですけど、三角より出るのは弱いんですよ、はい、いやー、バレましたね今。さあ、おおっと、おあー、バレてなかった、バレていなかった、バレてなかった。いやー、オルン選手が、うわー、試合が決まりました。最後はオキシライド選手ですね。クリアリングって、いや、今自分の緑箱もバレてるのかと思ったんです。僕もブーストしていたんであそこクリアしたとかと思ったんですけど、オリーブ選手しっかりラッシュを止めましたね。いやー、今のは大きい。